やっていくぞ。桜大戦大暴れ芸者ガールズ第4話だ。第4話桜大戦2の実況第4話大暴れ、芸者ガールズのその3でございますね。その3コーランにね、昔話なんかを聞いたりしてね、その後の鬼つながりをからです。わしそのに後用からでとはす。何じゃ。これ悪そうな人たちのパートから今日入るのよくあるね。アニメとかも上等手段だから。したようだな。しちゃいました。すげえこれ、ナルトっぽいけど、からのナルトの文なん脈か、では、ね、幽こ、霊だあ、は意識を暁の取り会議っ戻ぽいし気がたする。とか。それが多分桜大戦がパクってるわけじゃないじと思ゃうんがだ。これもそしわたらしこれのも何かそ計の算元のうパちクリ元があったりするのかなっ心て思っ配ちゃうんはです。無用じゃ。これでしばらく米田は身動きが取れぬ。帝国歌劇この団、計算キャラそのし計て算もの一できてない人っぷりそうやな。の邪魔こう者いう何の作品もそうだけどさ、乾とか手に振りの乾とかもそうだけどさ、計算キャラの計算できないっぷりすごいよ。誰、山口和人。誰のこと？誰のこと？女だてらに剣筋がいき、こん。大丈夫？ BGM。まあ、自分で聞いてみるか。自分で聞いて確かめてみないといけないね、そういうところはね。大丈夫って聞いたら、これ生放送じゃないと。動画をね、上げていきたいの。動画をね、生放送じゃなくね。生放送やってみたいっていう、そういう気持ちはあるけど。でも、なんだろうな、ダメな気がするんだよ、生放送しちゃ。動画を楽しめてね、動画を出しに、チャットで楽しんじゃうみたいな感じになっちゃうから、できる限りゲームの実況を生放送とかぶせたくないけど、なんかその、最近 YouTube も生放送増えてる、生放送っつうのはライブっつうかさ、ウェブカムみたいな、ライブみたいなのが増えてるけどさ、どうなんだろうなって思うね。増えてるところ増えてないか。VTuber 界隈が増えてるって感じか。なんつうかね。なんかニコニコのマッキーがそんな感じなのよ。生放送ばっかりになっちゃう。動画が上がらない。結局、動画の面白さは大事だと思うんだよね。なんかそのいつでも安心して見られる。生放送は奪っちゃうからね、見る人の時間を、ね、動画でも奪っちゃうんだけど、生放送はなんか、その時間の、そのタイミングを奪っちゃう。もしかしたらその瞬間、何かこう、まあ、それはあれか、もっとこう、人気のある生主に話した、どっかでやってもいいのかもしれないんだと思うんで、そのためにね、多少このパソコンを買い替えたところもあったりする。24時間耐久ニューニューとかやってみたい、いつか。そんだけ暇があったらの場合だけど、まだいまだにそのどうやったら生放送できるのか分かってないし、私の方のこの辺の人たちが話してた会話あんまり、あ、耳に入ってないけど、大したこと言ってないから大丈夫、大したこと言ってないから、さあここまで。じゃあ3分50秒、動画勢なのにカットしない、あんまりカットしない、できる限りカットせずにいきたい。カットを多用するとテンポは上がる。しかし、手数が増えるっていうのと、違和感あるんで聞いててね、昔かたぎの動画、ゲーム実況者からするとやっぱカット挟むのね、素材の味が楽しみきれない。そこにすごく違和感を感じちゃうんで、できる限りカットはしないで、よほどなんかこう、アクシデントが起こったとか、流れ的に、よし、分かった、行こう。それは行こう。夜の見回り方がちょっと、なんか貧弱すぎるみたいな。カットをね、あまりしないでしょ。どうなりました？やられます。サキさん、サキくん。噂を一つ見ました。今夜、京極陸軍大臣が、深川の料亭で会合を開くらしい。それをついさくらとコーランさんに話しちゃった。
人とも出て行ったというわけですよ。別に出ていかなくていいんじゃない。二人がちょっと血気盛んすぎる。無鉄砲すぎます。ほんまや。この胸の谷間のシワのエッチさがすごいな。これだけ で意外にリアルな付き方をしてる。リアル。ほっといても平気ですよ。どんな体調だよそれ。そんなこと俺の大神は言わない。彼女たちとは少し気が高ぶっているのかもしれない。いやー、ここに白いハイライト入れる必要ある。ここにえって感じだな。これハイライト間違ってる。光の方向的にこっちだからライトが当たってるから、この面にハイライトがここに当たって、ここの鼻のこっち側に影が入って、ここのところに入ってる白いハイライトは間違ってない。影もこっちに落ちてる。だからこっちのところに、胸のこっちのトップの山の左側にハイライトが入ってるの間違ってる。何も間違ってる。エクセル。いやー、いやー、楓さんはな、攻略できるものなら言ってるね。言ってないね。言ってるね。いや言ってないね。言ってる。いや言ってない。言ってる。言ってない。ちょっとね、ちょっと弱いですね。楓さんはちょっと、ね、普通に好きっていうところ。こういう上司の下で働きたい。いや働きたくない。いやなんだろうね。やっぱ嫌かな。楓さんの男関係とかそういうのでなんか複雑な心境になったらしたくないもんね。絶対こちらを振り向くわけではない。ただ優しく甘えさせてくれはするけども、男として対象としては見られてないっていう大神のそのポジショニング、うん、そこにこうなんだろうな、全くおじけづくこともなくガンガン攻めれたらいいんだろうけど、そういうゲームでもないし、そういうんでもないよな。そういうんでもない。おかしいもん、隊長がさ、その花組の隊長がさ、隊員をこう、ほっぽらかしてからさ、なんかその上の上司とさ、なんかこう、くどきに行ってるとかさ、そういう姿勢がすごくこう、不死だらでさ、隊がまとまんねえもんな、そんなの。まあ、さくら君やコーランとイチャラブしてたら、それはそれで隊と風紀が乱れるけど、それ以上になんか、そこに目もくれずに楓さんに向かっていくっていう姿勢はどうだって思うよな。まあ桜大戦1の時のあやめさんに向かっていく大神隊長の姿勢もどうかと思ってたけど、デレデレしてた。デレデレして、まあ、でもデレデレしててほしいな、大神隊長には。デレデレしてて桜くんに、いやちょっと待て、ここはちょっと待て、よし行くぞ、どうしようもないな。ちょっと躊躇したけど、どうしようもよかったかな。どうしようかと。大神さんデレデレしてて、さくらくんに後ろからこうめっちゃ地止めでこうね行かれる、そういうの。これサムネにしよう。サムネ映えるわ。サムネ映えします。ここサムネにします。全然サムネ映えする。これいいですね。変装したからどうなるというものでもないと思うな。忍者キャラいなかったっけ。忍者キャラいたら天井から聞くのに。おこんばんは。ベニヤッコドス。さくらヤッコドス。あ、なんだおめえたちは。どうやったら間違うの。やばそうな人たち。今日から矢のつく自由行じゃん。そうするとこれがどんな芸をすればいいんだろう。こういう場って実際どうなの。実際どうなの。いかがわしいことが行われてるんじゃないのかって、ね、上流階級の昔からの遊びみたいなことを考えたらさ、ね、普通にいかがわしいことが行われているんじゃないかなって思ったりするけど、実際のところどうなんだろうね。文化としてな、ぐえそのアニメ小説ドラマとかあったらさ、こういう芸者遊びってさ、そういうアダルトなものは含まないみたいな感じだけどさ、
もちろん芸者の声がした。奥の部屋に行きますよ。あ、誰ですか。あなたは一体。おお、そこの兄ちゃん。誰。酒が足りないんじゃ。部屋でもう一本くれや。はあ。自分はこのお店の人間ではありません。そうだ、おじいさん。じいさんと呼んだけどね。おじさん。わしゃ山口じゃよ。山口ってさ、山形有朋みたいなの、オマージュしてんのかな。付き合い。折り出し中田の動画の中の、渋沢栄一の論語とそろばんの中で山形有朋ケチョンケチョンにされてたな。ケチョンケチョンに。いやーやめて。こっちをサムネにするか。こっちをサムネにしよう。これをサムネにしよう。入る。さくらくんがなんかエッチな目にあってるのは入るわ。でも本当は本気を出せよ。こんなやつはいい。あの、イチコロよ。ひとたまりもない。円幕くんや。くいらねえな。円幕くんでいいな。円幕くん。くいらねえな。殴っとるっつうか、殴っとんか。早く話して。気がつい。何をしてんだこいつら。何をしてんだ。もうめちゃくちゃだぞ。京極とかそういう状態じゃないもはや。自分探しな。一杯飲まんか。浮かぬ顔じゃの。それ兄ちゃん、兄ちゃんの話を聞かせてもらおうか。兄ちゃん、こんな両手に何をしに来たんじゃ。それは仲間を探しです。俺の大事な仲間がいるんです。俺はその仲間を迎えに来たんです。一人称ってさ、僕にすべきかなとか私にすべきかなって悩むじゃん。普通の人は普通に生きてたら多分僕になったりするんだと思うけどさ、もう大神さんが俺って言ってるから俺も俺でいいかなって思っちゃってる部分がある、オフィシャルの場では使ってはいけないんだと思うけど。でも一人称ね、皆さん一人称何を使います。女の人だったら私とかでいいと思う。私とか私とかうちとかでいいと思うけどさ、あたい、あたし、いろいろあると思うけど、男の場合ね、なんか僕ってなんかね、使いづらい。オフィシャルな場で使う。オフィシャルって言うな。フォーマルか。オフィシャルって今言ったか。フォーマルな場では僕、もしくは私だと思う。私。慣れないよね。慣れないと思う。その、仲間とつるんってさ、私はって言わないよ。ちょっと私はそれを やりたくないわ、みたいな。やらんぞみたいな。私はやらんぞとかさ、私が行きますとか、男で違うと思う。僕だったら多少 OK かなと思うけどね。僕はね、いや違うんだな。出てこないんだよ。男特有の悩みだと思う。女の人はいいよな。一日を私とかスッと出てこないから出るから。どうなんだろう、分かんない。女の人じゃないから分かんないっす。あの時と同じや。こうなんトラウマが人を殺そうとして作られた炎、あの時と同じや。メラメラ来てる。目が言ってる。うちはこの火をつけたやつをとっ捕まえに行く。コーラン、どうした。冷静になれ。いつの間に火がついたのかすらも全然話に集中していなかった。火事が起こるなんて。燃えそうだよな。この時代の建物は燃えそうだよな。逃げる。二人を助けに行く必要ない。なぜなら二人も花組の隊員だから。逃げましょう。これは放火のようじゃない。割と逃げると思う。この辺に行ったら多分普通にあの火の被害に遭わないと思う。この辺行こう。なんか多分当時やってても思ったと思う。まあ、そんなに迫力ないなって。普通にあの庭にいればさ、燃えずに済んだのに。
コーランがいないな。コーランがどうした。それが火をつけた犯人を捕まえるって言って、まだこの奥に。緊張感がないんだよな、この話あんまりな。二人でコーランを助けに行こう。なんじゃ。ああそうだね、確かに、そうだね。冷静な判断ができんかった。ちょっと体調失格です。体調失格。めちゃくちゃ動くやん、俺よく見たら。すごい豪華だよね、話としてさ。話というかその一枚絵が多い、このお話ほんと豪華なんだけど、右左正面左あああちょっとなんか書くもないか、書くもないか。手元にないな。さっきこの作りかけてたやつ、サムネに使ったやつ、これ使おう。右左正面左。右左正面左。オッケー。こういうことができるんですね。文明の力。ここかぶってる。ツールオプションはかぶってる。気にしない。あ、おりやん。おりおる、ほら。そしてその庭のところまで行こう。コーラ！コーラ、待ってくれ！行ってる、目が行ってる。大神は。目がいってる。コーラ、何をしてるんだ。早くここ抜けないと。大神はん、なんでや。何が。なした。米田はんを殺そうとしたり。米田はん殺そうとしたっけ。家に火つけたり。それは自分の昔の過去は混同している。キャラぶっ飛んでるぞ、コーラ。大丈夫か、落ち着け。ちょっと落ち着け。登場回でこんなぶち切れてた。人気も出んぞ、そら、コーラ。叩く。パシ。パシパシ。あ。かわいい。あ、かわいい。いい加減にしないか、コーラ。狼は女に手を挙げるなんて最低だなっていう風な、そういう風な勢いあってもいいかもしれない。これいいね。これサムネ使うから。サムネ映えるところ多すぎる今回。どこサムネ使えばいいんだろう。炎の告白みたいになってんじゃん。この日見てたら子供の頃のこと思い出してしもて。コーラン多分ね、メガネをもうちょっと可愛くしたら普通にいいと思うんですよ。メガネをね、赤のフレームにしてね、もう半分ぐらいサイズを落とせばいいと思う。普通にコーランの魅力を語りたい。しかし語れない。多少そばかさるくらいはいいんですよ。何が。そして定撃はうちの家なんや。はい。うちはそれをわけのわからん連中にぶちかわされとうないんや。コーラン、そう思うのならもっと冷静になるんだ。いいかい、コーランは一人じゃない。花組がいる。今だって俺がそばにいるじゃないか。せやな、うちには。せやな、わかる。花組の仲間が、わかるんだ。家族がおったんやな。はい。おおきに大神は。ほな、無茶はもうしまいや。こんな薄っぺらい説得でいいのか。こんな薄っぺらい説得で。何が何やら、もう視聴者置いてけぼりですわ。視聴アザラシ置いてけぼりですわ。ちょっと待って。左右奥左だったよな。メモしてる意味ない。左右正面ってことは
右正面かな、右正面、絵を描きます。ちょっと絵を描きます。ちょっと待ってよ、ちょっと邪魔邪魔だな。こう入って、こう入って、右に行って、左に行って、左に行って、正面行って、左に行ったよね。ここで遭遇したわけだから、右行って、正面行って、正面行って、右行って、左行きゃいいんか。つまりこの逆、この逆に行く。右正面、右左、右正面、右左になるかな。しっかり綿密に作戦を立てていく。合ってっかな。まず右に行く。あ、早い早い。もうスッと行くぞ。サッと行く、サッと行く。もう急いで行く。正面、そしてちょっと待って、不安になってきた。右かな。次右、余裕ある余裕ある。ちゃんとしっかり用意してるのが功を奏している。そして最後は左。うん、非常に余裕を持ってる。ゆったりしたゆったりした足取りでしっかり火事場から逃げてる。いや、いいんじゃないですか。冷静すぎる。状況が火ではあるけれども、心は冷静、水のごとし明鏡しすぎ。はあ、まだ焼け残りがいましたか。もう消火しよう、火を。この人のしょぼいんだよ、犯人がさ。国旗会五行衆が一人、カシャだったっけ。私の名はカシャ、国旗会五行衆が一人。なんで俺今一語一個間違いなく言えたの。国旗会五行衆かな、どうかなっていうのは今あやふやだったけど、なんか出てきたぞ頭が。怖っ。山口というゴミと一緒に焼き払いますか。山口というゴミ、山口メンバーを狙う。これはジャニーズからの資格ですよ。でね、それは地獄で考えなさい。この五行衆火車の炎、ただ放火しただけじゃん、あなた。楽しんでください。偉そうにしとるけどさ、その辺の素人と何も変わらんぞ。ただ屋敷に火を放っただけだから。まだ金剛とか木敷とかさ、あの土蜘の方がさ、やってる感がある。こいつただ火つけただけだからな。クッ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 とか言いながらさ、メガネ、あのサングラスかけてるけどさ、ただ火放っただけだからな。なんもすごくない。あ、証言まで。次はもう戦闘パートだな。戦闘パートは今から憂鬱。戦闘パートいかにしてこうカットを挟みまくるかみたいなところがある。結局山口ってのはどういう人なの、何してる人なの。山口の陸軍からすると目の上の炭鉱部だったりするんだ。いけない、山口さん国旗会に狙われてるんだ。車の中に逃げても麻生騎兵の餌食になるだけだ。それじゃ、うん、危ないよ。あー、どうだろうな。おとりになるか。あー、確実に光栄ですね。いける、今の花組のメンバー数の多さならいける。了解や、大神さん。頑張っていきましょう。全然いけると思う。そのおとりになったところでというところがあると思う。じゃあ今日はここまで。次回、長々伸び伸びの、もう見るの苦痛かもしれないけど、心して、まあしっかりカット入れてね、
見やすくするつもりではあるので、戦闘パート、次回戦闘パートです。じゃあ今日はここまで。ほなまた。